2月28日、松山市役所でキャッシュレス決済導入に向けた職員研修が行われました。これは松山市の総合窓口センターなどで3月からキャッシュレス決済に対応した機器が導入されることに伴い、市民課の職員を対象に実施されたものです。今回の導入の目的が新型コロナウイルス感染症への対策と、市民の方の利便性の向上が目的となっておりますので、皆さんに市民の皆さんに、安心して利用していただける窓口を目指しています。市民課の窓口と、市民サービスセンターの窓口で発行いたします、住民票の写しや戸籍謄本、戸籍謄本などの31種類の証明書に対応しております。松山市総合窓口センター市民課と市民サービスセンター富士蔵松山と市民サービスセンター与鉄高島屋の3カ所で導入をいたします。住民票をお願いします。はい、住民票の写し1通ですね。お支払い方法はいかがされますか。コード決済でお願いします。こちらにスマートフォンをかざしてください。クレジットカードと電子マネーとコード決済の3種類のキャッシュレス決済と、あとセミセルフレジに対応するのが中核市で初めてになります。全部で合計22種類のキャッシュレス決済に対応いたします。今回の導入により市民にとってより便利な行政サービスになっていくことが期待されます。